ご紹介いただきありがとうございます。私、防災研究所の小坂田と申します。本日は10年後、50年後、温暖化でバイオの候補はどう変わるのかというタイトルでお話ししたいと思います。まずはじめにちょっと自己紹介させていただきます。私は岡山県の津山市というところ出身でして、津山高校を卒業後、京都大学の農学部に入学しました。高校生当時の私はあんまりまだ自分がやりたいことっていうのをはっきりとちょっとよく分かっていなくてですね、それでまあぼんやりとですが環境問題興味あるなとか、女の子がちょっと多そうだなという理由で農学部に入学しました。ただそこでちょっとあんまり将来像が描くことができなくて、それで3回生の時の就職活動を機にもう一度ちょっと自分の興味っていうのを思い返してみた時に、もともと地球科学とか気象とかがとっても興味があったっていうこともありまして、修士から工学研究科に転学部いたしました。でここは学部としては工学部の地球工学科になります。そして今は京都府の宇治市にある防災研究所というところにおります。この防災研究所っていうのは工学部だけではなくて、理学部とか農学部とか本当にいろんな学部が集まって構成されている研究所で、まあ、かなり幅広い研究ができる魅力的な研究所になってます。それで私がこの防災研究所で研究しています豪雨、そして温暖化でその豪雨がどう変わるのかっていうことを今日お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、早速ですが皆さん、最近日本の豪雨は増えていると思いますか、それとも減っていると思いますか。まあ、あんまり変わってないんじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。ちょっと早速正解で申し訳ないんですけど、正解を言いますと、まあ、最近豪雨は日本で増えてきています。このグラフは1975年から去年までの日本での豪雨の発生回数を表したグラフなんですけれども、この赤い線で示しているようにだん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 日本の豪雨って増えてきているということが言われています。おそらく皆さん大体想像通りだったのかなと私は思うんですけれども、こうした豪雨の増加の原因の一つとして考えられているのが地球温暖化です。最新の世界的な研究では、もう地球温暖化には疑いの余地がないということ、そして、まあ、その温暖化の原因は人間活動であるということが、もうほぼ 100% くらいの確信度を持って言われています。そもそも地球温暖化ってどういう現象なのかというのを簡単に説明いたしますと、いわゆる二酸化炭素のような温室効果ガスが大気中に増えると。そうするとその温室効果ガスが地球からの熱をたくさん吸収するようになるんですね。地球を覆う大気を布団だと考えたら、その布団がこう分厚くなるようなイメージでして、その熱が中にこもる、逃げにくくなるんですね。その結果大気だったり海の温度が上昇します。ここで、あったかい空気っていうのは実はたくさん水蒸気を含むことができるっていう性質を持っています。なので温められた海からはたくさん水蒸気が蒸発することができるし、大気側もそれをこう受け止めるキャパシティがあるということで、大気中の水蒸気量が増加します。それに伴って雨も増えるんじゃないかということが想像されるわけです。それで実際最近は豪雨が増えてきています。最近では2018年西日本豪雨が発生しまして、ここ愛媛でも大きな災害が発生したと思います。最近では本当に西日本豪雨だけではなくって、日本各地でこういったこれまで経験したことがないような豪雨っていうのが頻発していて、これまで地球温暖化ってもっと先のことなんじゃないかっていうふうに感じていたものが、もう意外ともうすぐそこに来てるんじゃないか、あるいはもうすでに温暖化の世界入ってるんじゃないかっていうような、そういった危機感みたいなものをですね、研究者だけではなくて社会全体が抱き始めているような状況なのではないかなと思います。もしこれから温暖化で私たちがなんとなく想像しているように豪雨がどんどんと増えていって強くなっていくんだったら、それに私たちは対応するためにこう適応力、対応力っていうのを上げていかないといけません。ただこのどうなるのかっていうところ、
が私たちの肌感覚で分かっているようななんとなく増えるんじゃないかなっていうような予測だけだと、やっぱりどのように対策をしていいのかっていうのも分からないし、実際命を守るっていうこともできません。何かとこう戦うには敵をまず知るということで、まあ、温暖化で豪雨がどう変化していくのかっていうのを、まあ、正確に知る必要が、あります。そこで、まあ、私は例えば洪水だとか土砂災害みたいな災害をもたらす豪雨、つまり私たちの命に直結するような豪雨が温暖化でどう変化するのか、そしてなぜ変化するのかっていうところに、まあ、興味があって、それを明らかにするということに挑戦しています。これまでちょっと豪雨とか災害とか結構言ってきたんですけれども、じゃあまず豪雨と私たちのいる地上っていうのはどういうふうにつながっているんでしょうか。豪雨発生しますと、まあ、上空から雨が地上にバーッと降り注ぎますよね。でその雨が地上に着くとその場にとどまるんではなくて、まあ、地中にも染み込むんですけれども、表面としては、高い方から低い方へと基本的には流れ込んでいきます。そして最終的に大きな川に一つ流れ着くんですよね。このように雨っていうのは気象学で扱う分野なんですけれども、このように大きな全体で見た時の水の循環っていうのを考える学問のことを水文学って呼びます。でこのようになぜ、全体的な範囲で考える必要があるかというと、例えば例としてこの川での洪水を考えた時に、この川の真上にある雨だけを考えていればいいんじゃなくって、この川に流れ込む水が流れ込むエリア全部を考える必要がありますよね。でこのように一つの川に流れ込む水が流れ込む範囲のことを流域というふうに呼びます。イメージとしては地上の雨の受け皿みたいな感じで、その受け皿が大きければ大きいほど雨をたくさん蓄えられて、まあ、その大きさが結構災害を考える上ではとっても重要になってきます。で同時にですね、地上の受け皿に加えて雨の大きさっていうのもやっぱり関係してきます。広い範囲で降るような大きな雨っていうのは、この流域の面積が大きな川に影響を与えますし、あるいは狭い範囲で降るちっちゃな雨っていうのは、この流域面積が小さな川に影響を与えるからですね。では日本で代表的な大きな豪雨っていうのが何かというと、まず台風ですね。こちらが2019年の台風19号の時の雨の分布です。この赤いところが雨が強いところっていうのを表しているんですけれども、中部地方とか関東地方、そして東北地方までかなり広いエリアを覆っているということが分かります。そしてまあその結果ですね、長野県にあります大きな流域面積を持つ一級河川である千曲川などで大きな氾濫が発生しました。台風と同じく大きな豪雨はもう一つ梅雨前線とかがあります。西日本豪雨っていうのは実は梅雨前線によって起きた豪雨だったんですけれども、その時もこのように本当に西日本全部をほぼ覆い尽くしてしまうほどの大きな雨が降りました。でその結果、日本各地のですね、大きな川っていうのがどんどんと溢れたり土砂災害が発生したというような災害をもたらしました。では一方で小さな豪雨っていうのはどんなものがあるでしょうか。もしかしたら皆さん最近こうした言葉をよく耳にするのじゃないかなと思うんですけれども、ゲリラ豪雨とか線状降水帯っていう言葉です。このゲリラ豪雨っていうのは、まずいわゆる夕立、夏の暑い日の午後に降るような夕立のことでして、一つの積乱雲からもたらされます。なのでたった一つの積乱雲からもたらされるので、日本で豪雨って呼ばれるものの、一番小さなものって言ってもいいかもしれないです。で一方のこの線状降水帯っていうのは、この一つの積乱雲じゃなくって、このように複数の積乱雲が連なってこう並んで発生します。実はこの線状降水帯っていうのが私の専門とする現象でして、今日はこの線状降水帯が温暖化でどう変わっていくのかっていうのがメインな話になります。でこの線状降水帯については、梅雨前線に伴ってよく発生するので、私たち梅雨の豪雨とも呼んでいる。なのでタイトルには今日は梅雨豪雨というふうに書いたんですけれども、この梅雨豪雨、つまり線状降水帯については後でもう少しちょっと詳しくお話ししようかなと思っております。さてここまでをちょっとまとめますと、
まあ、一言に豪雨って言っても日本には本当に多種多様の豪雨というものが存在します。そしてたとえこの地上にいる私たちにとっては雨って同じものであっても、その発生する原因だったり与える災害っていうのがもう全然違うので、このように豪雨を分けてそれぞれ考えるっていうことはとっても大事になります。で、温暖化を考える上でもこれはすっごく大事で、なぜかというと温暖化がそれぞれの現象にどういう影響を与えて、まあ、その結果どうそれぞれが変わって何に対してどういう対策をしていけばいいのかっていうのが、まあ、考える上でとっても大事になってくるからです。さて、ではこれから本題の豪雨で温暖化がどう変わるのかっていうお話に入っていきたいと思います。豪雨が温暖化によってどういう影響を受けるのかっていうのを考えるときには、まず地球がそもそもどれだけ温暖化するのかっていうのを考えないといけないです。実は世界ではこれから地球がこうたどるであろうとされる温暖化のレベルっていうのがいくつか決められています、予測されていまして、これ RCP シナリオと呼ぶんですけれども、それがこのグラフです。いくつか温暖化のレベルっていうのがあるんですけれども、一番高い温暖化レベルだとこの赤い線で沿っているように、これから気温はどんどん上がり続けて2100年頃、世紀末にはもう気温が4度以上上がってしまうような世界になってしまいますよっていうような予測になっています。で、一方でこの一番低い温暖化レベルであってもですね、だいたい2050年頃、まあ、高校生の皆さんだと40歳とか50歳くらいの頃でしょうか、その頃にはもう気温が約2度くらい上がってそれが維持されるような世界というのが予測されています。で、これまでの地球の観測っていうのを見ていると、まあ、残念ながら今のところ私たちは結構この高い温暖化レベルに沿って進んできているというようなことも分かってきています。このような温暖化レベルに基づいてそれぞれ4度上昇の世界ではどんな豪雨になるのか、2度上昇の世界ではどんな風になるのかっていう風に豪雨をそれぞれのレベルごとに予測していくことになります。では次に温暖化レベルが決まったので雨を予測する段階になります。雨を予測するためにはモデルっていうものを使うんですけれども、モデルとは何かっていうのを説明します。例えばなんですけれども、時速60キロで走ってる車があったとして、それが1時間後どこにいるのかっていうのを予測するときには、時速×時間という式を立てて、それを解くことで、まあ、1時間後60キロに先にいるだろうということを予測しますよね。これに車がこうボンとアクセル踏んだらどうなるのかっていうのは、この式に加速度を加えてやればいいんですけれども、雨も実は全く同じでして、実はその雨をもたらす大気であったり海、そういった動きだとかその現象を表現できる式を立てて、それをスーパーコンピューターで解くということをやっています。大気に例えばどんな力が働いて、どんな速度になって風が吹いて、で温度はどう変化して、その結果として水蒸気は凝結して雲になって雨を降らせてというふうに、本当にいろんなことに関して式を立てて解くということですね。でこのように、まあ、何かの現象を表現できるような式とか計算プログラムのことをモデルというふうに言います。こちらが実際に地球の気候を表す気候モデルで計算された地球の気候の動画になっています。本当にまるで本物のような台風とかが、今ここ台風が来ているようなことが表現されていると思うんですけれども、まあ、ここで注意点なのは、これはあくまでスーパーコンピューターの中で計算された疑似的な、まあ、地球、模擬的な地球ということで、まあ、将来必ずこういう気候、天気が起きるということではないんですけれども、まあ、このように気候モデルを使っていくつかの温暖化レベルに基づいて気候を再現してやることでですね、将来の豪雨というものを予測していきます。ではこの気候モデルを使って線状降水帯の発生頻度とかそういった将来変化を見ていきたいと思います。まず先ほど説明を割愛したんですけれども、線状降水帯という現象についてもう少し詳しくお話しします。こちらの動画は日本で発生した線状降水帯を気象レーダーで捉えた雨雲の動画です。この色が雨雲を表しているんですけども、これですね、今来ました。突然ある場所からポンと積乱雲が生まれ始めます。
そして同じところからこうどん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 と発生し続けているということがすごいよくわかると思います。線、上空から見たら線に見えますよね。これ模式的に示すとこんな感じなんですけれども、ある場所から雲がポンと生まれまして、それが発達しながらこう横に風によって流されていって、そしたらまたそこに新しい雲が生まれて、それが発達しながら流されてまた生まれてというのを、これを繰り返すことによって、結果としてこのように積乱雲がこう家族みたいに赤ちゃん雲から大人雲みたいな感じで並んでシステム化するんですね。このように、まあ、言葉としては結構線状降水帯という言葉がよく使われてはいるんですけれども、このように雲が組織化したことをですね、現象を線状対流系というふうによく呼びます。それで一つ一つの雲っていうのは、まあ、ご覧の通り移動していくんですけれども、全体として同じ場所に留まることによって、結果として私たちのいる地上では線状の雨域、つまり線状降水帯が出来上がるわけです。まあ、実はこの線状対流系という現象なんですけれども、なんでそこに起きるのか、いつ起きるのか、でなんでこのように雲が並んでシステム化するのかっていうのは、実はまだまだ分かっていないことだらけなんです。だから線状降水帯いつ起きるかっていう予測はすごく難しいし、防災的にもとっても怖い現象なんですね。このようになぜ線状対流系が発生するのかというメカニズムを明らかにすることも、私の研究の大事なテーマの一つです。はい、では実際に線状降水帯の発生頻度というのを、先ほどの気候モデルを使って調べてみた結果がこちらになります。左から温暖化していない世界、そして2度上昇の世界、4度上昇の世界を表してまして、一つ一つのポイントが気候モデルで発生した線状降水帯の場所を表しています。ただこの一つ一つの点っていうのは、あくまでコンピューターで計算されたものなので、実際に将来この一つのポイントで絶対起きるっていうわけではなくて、大まかな分布として捉えていただければいいと思います。まず発生頻度から見ていくと、温暖化していくにつれて徐々に徐々にどんどんと増えていきます。そして2度上昇の世界では約今より 1.2 倍、そして4度上昇では 1.5 倍ほどになるだろうということが予測されています。そして発生エリアとしてもですね、基本的に温暖化していないような世界では、こうした豪雨が起きるのって九州地方とか、まあ、西日本中心だったんですけれども、温暖化するとそれがどんどん発生エリアがより東にだったり、より北にまで拡大していくということも予想されています。まあ、今の、まあ、常識というか、まあ、北海道では梅雨が実はないっていうふうに言われているんですけれども、まあ、4度上昇した世界になると、北海道でもこうした梅雨による線状降水帯が発生するようになるということが予測されていまして、私たちの常識そのものも変わってしまうというふうに言えるでしょう。ではなぜこのように線状降水帯が増えるのかという原因なんですけれども、日本に流れ込む水蒸気量というのが大きく関係しています。先ほど地球温暖化で大気の水蒸気量は増えるというふうに説明したんですけれども、この図、青い色が濃いところがですね、たくさんの水蒸気が運ばれているということを表しています。でこれ梅雨の時期の日本への水蒸気流入量なんですけれども、温暖化したらもう大量の水蒸気が日本にどんどんと流れ込んでいるということが分かります。そして豊富な、まあ、湿った空気がですね、どんどん東に、そして北日本にまで、届くようになることで、まあ、雨の源がこうどんどん供給されるわけなので、線状降水帯が増えたり、そして発生エリアが拡大したりっていうようなことが予測されています。まあ、温暖化って本当に地球規模の大きな現象であるっていうふうに、大きな現象ですし、あんまり関係ないように感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、もうこのような日本っていうちっちゃな島国にもですね、確かにこれほどの影響を与えるようなものであるっていうことがとてもよくわかると思います。では次に雨の量についても見ていきたいと思います。まあ、雨の量、怖さみたいなものですね。雨の量っていうのがそもそも何で決まるかというと、まず雨の強さが関係しています。ザーザー降りなのか、しとしと降りなのかとか、どれほどの雨の強さなのかっていうのが、まず雨の量に関係してきます。あとこれに加えてですね、実はどれだけの長さ続くのかっていうのも大事で、なので雨の強さ、どれほどの強さの雨がどれだけの長さ続くのかっていう、この掛け算によって雨の量っていうのは決まります。
この2つは非常に災害を考える上でも大事でして、土砂災害の警戒情報だとかそういった情報を出すときにもこれらの指標を考慮しながら、情報が出されたりしています。でこちらが線状降水帯の先ほどの雨の量を表したグラフになっています。説明しますと、縦軸に総雨量全体の雨の量を示していまして、横軸に雨の長さを表しています。で同じ時間で見たときには雨が多ければ多いほど雨が強いっていうことを表しています。でこの中にある一つ一つの点々プロットっていうのが最初に示した気候モデルの中で表現された線状降水帯一つ一つの事例がこのどれくらいの時間だったのかどれくらいの総量だったのかっていうのを一つ一つプロットしていった図になっていまして、でこの青い楕円で囲んだのは大体まあ温暖化していない世界のプロットが入ったエリアで、温暖化した世界のどのくらいの場所にプロットされたのかっていうような分布をこの楕円で表しています。これを見るとですね、線状降水帯って温暖化するとどんどん長く続くようにもなるし、雨が強くもなるし、そして結果として全体の雨の量っていうのももう格段に増えていくということが予測されています。なので線状降水帯って頻度が増えたり発生場所が広がったりっていうだけではなくって、そこで起こる一つ一つに関してもどんどんもっと怖くなるっていうことが予測されているわけです。そしてここでもう一つとっても重要な点をお話します。この図の上に最近日本で起きた強い線状降水帯の事例を載せてみるとどこに来るでしょうか。最近起きた線状降水帯で強いものって2017年の九州北部豪雨なんかが有名な事例としてあるんですけれども、それをこの図の上に載せるとなんとここに来ます。これが何を意味しているかっていうと、この温暖化していない世界の事例の中ではもう一番強い事例だった。そしてつまり、もはやもう温暖化の世界で起きた事例だっていうふうに考えた方が、自然なくらいの豪雨っていうのがもうすでに現実で起き始めているということです。なので、温暖化にもう私たち片足を突っ込んでいるような、もうすでに温暖化の影響って現れ始めているっていうようなことが、このように科学的に分かってきています。ではなぜ線状降水帯って強くなるのか。このメカニズムに関しても基本的には大気中の水蒸気が増えるからというのが大きな理由なんですけれども、実はそれだけではないんですね。と言いますのも、温暖化で線状降水帯の雨がどれだけ増えるのかっていう増加率と、あと温暖化で水蒸気がどれだけ増えるのかっていうの増加率を比べてみたところ、どうやら水蒸気の増加率よりも雨の増加率の方が多いっていうことが分かってきたんです。これはなぜなのか。これを説明するには先ほどの積乱雲のファミリーっていうのが関係してきます。例えば温暖化していない、温暖化前の線状降水帯がこれくらいの大きさだったとしたら、温暖化した後に起きる線状降水帯って一つ一つの雲がドンと巨大化してこんな風に大きくなるんですね。これは、より強い上昇流が発生することで雲一つ一つの背が高くなる。これがどういう意味かというと、上空に水蒸気を溜めるバケツを雲だとすると、そのバケツがどんどん大きくなってもう大量の水蒸気をかき集めてきて上空にそのバケツに溜め込むことができるんですね。そして最終的にそのバケツがいっぱいになったらどさっと地上に雨を落とす。なので、このように雲それぞれの構造っていうのが巨大化するっていうような構造があるということが分かってきました。これは単に水蒸気が増えるから雨が増えるというようなシンプルな関係だけではなくて、雲の構造そのものが変わるっていう、科学的にはとっても興味深いところの変化として考えていまして、現象としてもすごい重要な興味深い変化だなと思っています。ここまでちょっと線状降水帯の話をしてきたんですけれども、最後にちょっと西日本豪雨の話についてお話します。こちら西日本豪雨の時の雨の強さと総雨量の動画なんですけれども、同じ色で描いちゃってるんですけれども、右の方が総雨量なので1000ミリとかかなり多い雨を表しています。実はこの西日本豪雨に関してももう温暖化の影響が現れていたということが分かってきています。
この西日本豪雨って先ほどの関係で雨の量の関係でいうと、実は雨の強さってそれほど強くなかった事例なんですね。ただこの雨の長さの方がもう突出して長かった、だから結果として雨の量が総量が増えたっていうような事例だったんですけれども、この西日本豪雨に関しても同じように気候モデルとの結果と比べてみると、やはり西日本豪雨の時に日本に流入していた水蒸気量っていうのは温暖化していないと起こり得ないレベルくらいのものが流入していたということが分かってきました。繰り返しになりますが、もうすでに温暖化の影響はい出かけているよっていうようなことが科学的に分かってきたということです。それでは私たちはじゃあこれからどうしていけばよいのでしょうか。温暖化でだんだん豪雨が増えてくるということが分かってきましたけれども、温暖化が叫ばれる前から実は日本では豪雨災害ってもうたくさん起きていて、それに対応するために日本というか社会は適応力を上げながら生き延びてきたという経緯がありますけれども、温暖化によってその豪雨の怖さっていうのがですねどんどん増していくということが分かってきました。なのでそれに対応していくために、一番初めにも申し上げましたけれども、私たちは適応能力対応力っていうのをどんどんと上げていかないといけません。でこのただ対応しきれないこの部分、この2つの線の間っていうのが、温暖化のリスクとか災害のリスクとして残ると言えます。理想を言えばなんですけれども、理想を言えばもう全ての豪雨から災害を守りきれるような完璧なインフラだとか社会を作り上げるということが理想ではあるんですけれども、やっぱり現実的にはなかなか難しいし、自然はそう簡単ではない。でインフラ整備には莫大なお金もかかります。なのでまず大事なのはこのリスクっていうのを、この2つの線の幅を少しでも狭めていくことです。狭めていく方法としては大きく分けて2つありまして、1つはこの赤い線をグイッと下げること、でもう1つは青い線を上げることです。それぞれですね、緩和策そして適応策という分ですけれども、どういうものかというと、この緩和策っていうのは温暖化の原因そのものへのアプローチで、もうそもそも二酸化炭素排出をやめ抑えよう、先ほどの講演でもありましたけれども脱炭素を進めようというような感じで、温室効果ガスの排出を抑制して豪雨そのものが怖くならないようにしてやろうという対策のことです。で一方でこの適応策の方は逆に自然とか人間社会の在り方の方を調整することで対処していこうというような策のことです。今後はこの2つの対策を両輪にして、温暖化対策っていうのを進めていかないといけません。で特にこの適応策に関しては近年本当に急激にパラダイムシフト、考え方の転換っていうのが進んできています。まず1つ目のパラダイムシフトとしては、もう気候変動を踏まえて治水対策を立てるということです。これどういうことかというと、治水対策ってダムを作ったり堤防を建てたりということで洪水を起こさせないようにしようというような対策のことですけれども、これまではじゃあ例えばその堤防の高さをどれくらいにするかっていうのを考えるときに過去の事例をベースに決めてたんですね。ですけれども、今後温暖化によってその過去の事例よりももっと怖いものが起きるだろうということが分かってきているので、もう将来の予測っていうものを考慮した上で治水対策っていうのを立てていこうというふうな流れに大きく変わってきています。でこのように流れが変わったのが2018年なんですけれども、まさに西日本豪雨が起こった年でした。そしてもう一つのパラダイムシフトは私たちにも関係してくるところなんですけれども、もう洪水は起きるという前提で守ろう、そして逃げようということです。これまで洪水、例えば洪水を考えると川から水をあふれさせないようにしようということを目標に掲げてきていましたけれども、もちろんそれは今後も大目標でして、もちろん水をあふれさせないようにインフラを強化していくっていうようなことは必要不可欠なんですけれども、それに加えてですね、やっぱり洪水って起きることはある、で起きた時に私たち命どう守るのかっていうふうに考え方を変えていく必要があります。例えばここ流域全体で洪水から命を守るって書いているのがどういうことかっていうと、例えば豪雨が降る時にはその流域にある田んぼの水を抜いておきましょう、そしてその田んぼに水を貯めましょうとか、
あるいは人が住んでいないところであえて洪水を起こさせて溢れさせて、そして水を減らして人がいるところは守りましょうとか、このように流域全体で水の流れをコントロールしようというような考え方です。そしてやっぱり大事なのは、川のそばとか山の裾野とか、もう危険な場所にはもう住まないっていうふうに考え方を変えていくっていうことも大事だと思います。こちら私たちの考え方に関係する部分ですけれども、私たちの考え方も変えていく必要があるんだろうなと思っています。で最後というか、私の発表ちょっと全体的に怖いような話になってしまったかもしれないんですけれども、必要以上に恐れるんではなくて、大事だなと考えているのは、自然とか温暖化、そして日本で起きる豪雨のことについて、正しく知って、そして自然に対して正しく対するということが一番大事かなと考えています。でこの正しく知るため、正しく対するために科学っていうのはもう必要不可欠なものです。で私のように自然科学とか、あるいは基礎科学、人文社会科学とかの融合で、安全安心な未来を今後作っていけたらいいのかなと思っております。で今日最後になりましたけれども、今日の発表で、気象とか豪雨とか、そして私たちの生活との関わりについて少しでも興味を持っていただけたらとても嬉しく思います。ではこの辺で30分来たと思いますので、発表を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。